三人の魔女と出会ったマクベスとバンク王。バンク王の亡霊が自分の席に座っているのを見て怯えるマクベス。バンク王はスチュアート朝のスコットランド王の祖先と言われ、シェイクスピアの戯曲、マクベスにも登場する人物である。バンク王は栄王の次男でコンスタンティン二世の弟であるドナルドのヤシャゴにあたり、ロッハバーの領主であった。バンクは1 4 3年にマクベスに殺され、 ウェールズに逃れていた長男のフリーアンスもまた4年後の1047年に殺されたがフリーアンスの長男ウォルターは生き残り彼の子孫がスチュアート長を開いた。マクベスでは作品中に魔女たちの予言でバンク王の子孫がやがてスコットランド王を継承すると予言している。王を殺して国王の座についたもののバンク王の存在と彼の子孫が 王になるという予言を恐れたマクベスは、バンク王と息子フリーアンスに暗殺者を放った。バンク王は殺されるが、フリーアンスは逃げ延びる。その報告を宴会の席で受けたマクベスは、バンク王の亡霊が劣席しているのを見て取り乱した。マクベスの登場人物は大抵実在した人物であり、マクベスの作品自体も実際の歴史をもとに作られた。ありがとうございます。